奇妙な写真が届いた。ある山頂にあった博物館の廃墟で撮られたという写真。そこに見知らぬ誰かがいたようだ。我々は現地へと向かった。確かにその建物は火山で有名なある山の近くにあった。建物の老朽化などの理由から閉鎖され、十数年の月日が経過していた。そして侵入した者たちの形跡も多く見られた。送られてきた写真に写された場所も発見できた。以前は大勢の人々でにぎわったであろうこの施設。滅びゆく美しさの中にどこか物寂しさを感じる。写真に捉えられた不可解な存在は一体何を思うのだろうか。誰もいないはずの窓から伸びる人影がそこにはあった。過去の噴火で命を落としたものなのだろうか。その苦しみや無念を訴えかけているようだ。